はい、こんにちは。今回はね、イベルメクチンについて情報をいただきました。あお寄せいただいた方、ありがとうございます。先日の話なんですけども、まあ、私のね、いとこが、まあ、亡くなりまして、休止したんですよね。で、この吸収の原因はあ、明らかにはなっていませんけども、血管狭窄症といってね、血管が縮んで血液とか酸素が十分流れなくなったことによる、まあ、突然死だというふうに言われています。でも 血管がいきなり閉じてしまうのには何らかのきっかけや原因がありますよね。まあ、例えばなかね、こう強い圧力で押されたとか、うんなんかね長年の不摂生がたたったとかね。まあ、でもこの方は特に普段健康状態に問題があったわけではないんですよね。唯一何か普段と変わったことがあるかといえば、あのまあ、ワクチンをね接種してそれから調子が悪くなったと。 毎日のように苦しい痛い痛そして死の前日にはもうこんなに苦しいんだったら死にたいというふうに言われていてそれを身内の方がね息子さんだと思いますけども毎日メモに取っていたらしいんですよこれはおかしいということでまあけど、まあ、死因につきましてはまあそういうふうな血管狭窄ということで終わったんでまあこれが原因ですよってい深いところまではね、うん、判定されなかったらしいんで。 呪自たるものが遺族には残ったということで昨日通夜で今日は葬式になるそうです本当にあにご冥福を祈りたいなというところですよねまあそもそもその冥福っていう言葉はメイドって言ってねあの世に行くっていう意味よりもその地獄に行くっていう意味があるらしいんですよだから通常は「ご冥福を祈ります」っていうのはあのなんかあんまりいい言葉じゃないらしいですよねだから「お悔やみを申し上げます」っていう方がまあお亡くなりになった後も「 うん、まあいいところに行くんだから、うんまあ、よかったねとかね寂ししししいいいけど送り出ててあげましょうっていうっ意味らしいんですよでよく「ご冥福をお祈りします」って言葉があるんですけどあれは言ってみれば冥福要するにね地獄に行った人に対してかける言葉なんであのー、なんかね悪役とそれから主人公が戦って悪役を倒す時にね冥福を祈ってやるぜみたいななんか捨てゼリフ的な意味があるらしいんで、まあ、あの日本語ってのはねなかなか捉え難いなと思うわけなんですよ。 うん、どこから来た言葉なんですよねあれはねついつい私たちも使ってしまいますけど私はねだからできれば「お悔やみを申し上げます」っていう言葉の方がいいんじゃないかなと思いますけどもあの事の真意は分かりません <laughs> 単なるあの噂わさ話なんで本当のとこは分かんないんでねご冥福をお祈りしますっていう言葉にも特に発した人の,あの配慮があれば全然そんなね本当の意味はみたいな取りざらなくてもいいと思うんですけども、まあ、ちょっと話ずれましたけどもえ今回ねイベルメクチンね イベルメクチンっていうもので、ほとんど例の感染症は感知するというふうに言われております。えー、まあ、テレビ私は見ないんですけども、その方の情報によると、テレビ、地上波ではほとんど、まあ、話されていないと、発信されていないようなんですよね。で、えっ、ー、と、ミヤネ屋の番組っていうのがあるらしいですね。ミヤネ屋っていうテレビ番組の中で、長尾先生というね、医師の方が証言されていて、500人の その例の感染症の患者さんを1人の重症者も出さずにイベルメクチンだけで完治させたというふうに言われていたそうなんですよ。で、このことが嘘だったら、私は医師免除を、医師免許を返上するというところまでね、言われていたんで、まさに自分の医師としての責任をかけて、えー、こういうふうにね、言われてるってことで、まあ、信頼に足るんじゃないかなと私は思いますよね。イベルメクチンね。うん、ですんで、イベルメクチンをなんとか手に入れて、 ワクチンよりもそっちのの方方に重点を置いた方がいいいたがかなと思いますし、まあ、そもそもアビガンっていうのがね一番最初に出てきてあのフジフィルムの子会社でしたっけね、うん、これを今回の感染症が起きた時のためにもう作っていたから大丈夫ですよって言われたんですけどもこれもまたね抹殺されましたよね何なんですかね一部の人が独占して、まあ、いわゆる利権をね取っていてで一部の権力者だけがそういった有効なものを使って私たち国民には これ栽培だばかりにいろんなね実験物質を送り込んできて半ば強制的に接種させたりとかねよく分かっていない子どもたちにも受けさせるようなことがあったり怯えている老人に真っ先に打たせたりとかねなんかそう考えてるとちょっとね恐ろしいなと思いますで一応接種は自分で判断して自己責任ってことですけどもだったらいちいち書面を送ってねあの申し込んでくださいみたいなことをしなくても。 自分で受けたらみたいな。そのインフルエンザの予防接種なんてね、何年も受けてない人いたわけじゃないですか。なんかその辺妙なものを感じるなと思いますけどね。うん、どうなんですかね、ほんとね。はい。それでね、イベルメクチンはネットで買えるそうなんで、検索して買っておくといいと思います。まあこれも値段が上がるかもしれませんのでね。で、できれば多くの人にこの事実を広めてくださいってことだったんで、私の方からもお話しさせていただきました。で、最後に結ばれているんですけども、あの、まあワクチンは危険だということですよね。うん。 で、私の考え、ワクチンについては私はあのー、専門家でもないですし、あのー、医学生でも何でもないんで医療についてワクチンがどうこうっていう判断は私はできませんですんでまあ誰かが言ってたとかねどこかに書いてあってっていうレベルでいいんだったらワクチンは危険だということもあるとまあそれはねまあありえると思うんですよただワクチンを打たない危険もありますしワクチンを打つ危険もあるんで自分はどっちなんだろうかなってことを考えて 判断すすればいいいんんじゃないかなかと思うんですよ、えー、ワクチンに関しましてはあの短期的な疾患とかね、えー、副反応についてはそれこそいくつか予想はされていたりもうすでにね結果が出てる部分がありますけどもじゃあこれを接種してね3年5年10年20年と経った時にどうなるかっていうのはこれね地球上で知ってる人は誰も,いないんですよもしかしたらだから3年後にその効果が出てきて、あのー、肉体が内部崩壊するとかね あの妊婦さんには問題があるんじゃないかなって恐れてる方がいますけどまさにね10代の方とか20代の女性がのワクチンを打つことによって出産に多大なるダメージがあったりとかねそれがだから数年後に起きてもこれねその時は分かりませんでしたってことで誰も責任を取ってくれないわけですよだからといってワクチンをね恐れてまああの感染症にかかったりとかねしてもこれもまだね誰も責任を取らない話ですからね 分から <laughs> ないんですけどもどっちか片っぽがあのワクチン打つのか打たないのかどっちか片っぽがねあの正解なんだとかそうじゃない方はおかしいんだっていうふうな分断はしないでもらいたいなと思うんですよ。あのワクチンがどうしても気持ち悪いなと思って受けない方っていると思うんですよ。例えば職場とかでね。 で職場であと3人ワクチン受けてないよっていうふうな言い方も受けてない方がなんかねさもね悪い方のようなつまはじきみたいなそういうふうになるのではなくてあのどっちでもいいんじゃないかなってことなんですよ。ねだから今までねインフルエンザのワクチンを打っても打たなくてもそういった色眼鏡ってなかったはずなんですよ。でも今回のことに関しましてはなんか知んないけどね出所不明のワクチンについて。 もうあるるる意味でで信し,してる人がいるんですよねワクチンは危険だっていう人もいるしワクチン打たないと危険だっていう人もいるしいやどっちも分かんないですよ。ね、分かんないですよワクチン作った人ですかってことですよ。うんなんかね結局はどっかの情報を自分が信じたからそういうふうに思ってて言ってるだけであって人に押し付けるものでもないですねワクチンを受けるなとも受けろとも、ね、それは一人一人の判断でやることであってどう思いますかって意見を聞かれるときは私はこう思いますんで打ちます。 こう思う思んでで打,打たないですっていうふうに答えるのはまあしょうがないと思いますけどねそもそもその打った人に対して色眼鏡を向けてね洗脳されてるっていうのもおかしいですし打ってない人に対してお前ネットでね変な情報を見過ぎだっていうのもおかしいですしねどっちなんでしょうかねってことですよねはいまあ今回もねイベルメクチンっていうものについてはその長尾さんですか医師の方が自分の医師資格をかけてね明言されてますよね この人にメリットないんですよ。だから、イベルメクチンが効果があって、それが広まっても、この人が儲かるわけでも何でもなくって、メリットはないんですよ。でも、デメリットは自分で表現してくれてますよね。これがおかしくなったら、イベルメクチンがどうこうだったら、私はもう医師を辞めてもいいよっていうにね。だから、こうやってリスクだけ負う人の発信っていうのは、聞くべきに値するかなと思います。うん。私はそう思うんですけどね。はい。情報をお寄せいただきまして、ありがとうございました。私もね、なんか、深く考え深く考えるきっかけになりました。それでは、失礼します。